本日のマッチ2、ホームグッドエイトスカット、アウェイはシノビズムゲーミング。まずは先方プゲラバイソン、そして大谷龍の一戦です。はい、まあ、龍は立ち上げキックがですね、まあ、結構リーチが長い4フレーム技ですので、プゲラとしてもそのダッシュストレートっていうところをちょっと気を使って打たないと、まあ、割と反撃が届くというところはありますね。さあ1、ここは中足から竜巻まで端に追い詰めたのは大谷。踏み込んでガード、ウィリバックのハードショー、追い詰めているのは大谷。ピン距離での飛び道具を打っていく、止めた、止めました。あ、止めてないですね。溜まってますね。止めて見やがれって言ってるんで止めたいんですけど、ギリギリ間に合わなかった。チャージはできている。ここのリチャージまで FAB 非常に柔軟にできるのが強み。逆に大谷が追い詰められている EX、ここももう一度チャージ強化されています。ダッシュストレート使ってきました。お互いゲージはなし。大谷は V トリガーを使いつがめ足を生かせればと体力はありますが、電磁力短パンチ投げた、そのまま持ち抱えてシフトを使ってきましたね。ウィリバー白ゲージを獲得。ただ大谷飛び道具ダブがあるが、あえて前に行く。うわ、間に合わない、間に合わない。今中足から打たなかったですね。後ろ投げも当たりている。大谷この盤面を制圧。不利な状況からですが、切れ味鋭い攻めとターンパンチも投げられたのが大きかった。ただ序盤はやはり苦しい。これが走りを詰めて次にダメージは大きい。ウゲラ一気に体力半分以上奪ってリードを広げます。ただ大谷先ほどは苦しい状況から逆転ありました。シャンチューパンチ、リーチはレンダイヤシ止まらない。投げ抜きが揃った。いや、近距離での読み出しが結構多い。ただカウンターから、もう一度ダッシュストレート仕掛けたのはプゲラ。ただ大谷トリガー発動してからやはり素晴らしい動き見えています。そうですね、細かいしゃがみシュートのヒット確認なども、はい、あ、相当綺麗にできてますので空中できてます。そしてプゲラとしてやっぱりダッシュストレートはちょっと使いづらい、ええ、触ってゲージを貯めてから EX2 ダッシュストレートで押し込んでいくっていう。おお、なるほど、これは確定している。早いんですよね。大谷が序盤ここまで取られていたリードを逆に取りにいった。ゲラとしては今までと違う状況です。確認、確認、カウンター、面白いように崩していく大谷。今度は踏み込みガード、距離を取った。ダッシュストレートの警戒 FFE。プゲラはどう仕掛けるか。体力はビハインド。そろそろターンパンチの火力がやばいことになってるんで一発対逆転は警戒しないといけないですね。そうですね、逆転全然あります。トリガーも不敵に残っています。はい、ここからもし溜めているんであればファイナルターンパンチの時間になっています。大谷としては波動は少し打ちづらい、まあ、波動危ない一歩間違えれば崖にぶっ飛ばされるぞ。ただこれで実感が少なくなってきました。期待値を見込めないプゲラ、トリガーを切ってすかさず攻めていく。リバーサル白ゲージを獲得。対空 FB、 さらにチャージ、これはいけるぞ、壊れるぞ取り切ったプゲラ、一発で崖まで突き落とした。バイセンウェイ、これで 1-0 スタートはプゲラ、力でねじ伏せる。いや、立ち回りというか全体的な流れは大谷ペースの上に見えたんですけど、やはりしっかりと V スキル2で、そして V トリガーを活用して倒しきりました。バイソンとしては必要な勝負どころのダッシュストレートを当ててきましたね。やっぱりこう FFB で強化した EX ダッシュストレートは本当に強力で、ガードされてもそう投げを狙ってさあ、まあ、投げを絡めた攻めに行けますので、ええ、強力ですよね。うまい、カウンターから中足まで端には追い詰めている大谷。ただここからプゲラどう攻めるか。うわ、ダッシュだ、インターンを取ってフェビー、ウイスキルチャージ、ステップを警戒しているか大谷。プゲラここまでステップ多め、大谷としては波動拳打てない、そうですね、打ちづらい中でしっかりでも歩いて、通常はそしてその確認はきっちりできていますので、ここで EX サードを押し返した。中足差し返したような形、トリガーは溜まっています。プゲラ果たしてもあの時間がやってくるか、はい、
例の時間波動を打つ削りがすごい削れますね。まあ、ただ大谷はやっぱり警戒はできてますよ。いやただこれは危ないラインまで押し上げた。お見事プゲラ。いやいいラッシュストレートセンター思考の外側ギリギリを狙った。プゲラがマッチポイントを握った。公式止まっとんだけど、今どうなってる。かなり2回目を狙っていきます、うん、EX 端には追い詰める大谷。回収も止まったんだ。さあどうするか。抜ける抜ける上。うわー、対空が本当に精度が高い。そしてこの後は FUB のチャージが増している。有利からかなり少し距離を取り気味のプゲラ。大谷のチャージを透かしていく。やはりじっくりですね。飛び道具打ちづらいですから。ここまで時間は半分使った。接近した瞬間にタンパ削れる。クラッシュ買った。ワンゲージある。どうだ、どうだと言っている。手堅く堅実な大谷をぶっ潰したプゲラ。ネジ伏せました。お見事。